はい、どうも、こんにちは。今回ね、またデトロイトはビカム・ア・ヒューマンをね、やっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、カーラと、この 褐色男性のストーリーをとりあえず、導入だけかな。導入はとりあえず今終わってんのかな？まあ、そうだ、終わって、また新しくストーリーを進めていこうかなって感じです。で、前回終わったとこと違うじゃんって思う方、もしかしたらいるかもしんないけど、なんかね、やっぱセーブされてなかったわ 多分ストーリーの区切りの段階で多分右上にあれ出んじゃん、セーブしてますみたいな。だからそのキャラクターのチャプターが終わる瞬間だよね。それを待たない限り、それを待たずして終わった場合、あれだわ、多分。意味ないわ。戻されるわ。その前のチャプターまで。前セーブした箇所まで戻されるから、ちょっとこれからやり方も気をつけていこうかなと思います。で、早速ちょっと裏、とりあえず、1回で前回やったことは、もう1回やり直したんで、ストーリー進めていこうかなと思うわ。2回でカールを起こしに行こうぜ。こいつの、このキャラクターの名前よりカールの方を知ってるからね、今、名前。このキャラクターの名前ちょっと知りたいんだけど、いい加減。来ないと。ガールド、あ、なんかあるよ。な、これ、なんていう、なんだっけ、ガゼルだっけ、こういう動物って。ガゼルじゃないかな。なにこれ。え、すご。博物館じゃん。え？博物館じゃん、こんなの。あ、天井に釣り上げる意味がないもん。博物館以外。なんかある？光ってる場所。あ、下のやつある本ね。あ、こっちが正解か。あ、こっち違うな。え、2階どこいんの？は？え、どこにいんのさ。部屋なくないっすか？え、2階でカールを起こす？部屋なくない？え？ああ、あったあった。これか？これかな？部屋。カールさん。お時間ですよ。朝ですよ、カールさん。カールさん。カーテンを開ける。オケ丸。行こう。カーテンのさ、光、遮光性高すぎん？カーテンの遮光性高えな。裏おは山。ようカール。おはよおはよう。もうう。タトゥー入れ10時てんだじゃん。ぞ。天気は一部曇り、気温は12度。湿度80%で午後には小雨が降るかもしれないそうです。12度か、ちょうどいいベッ天ド気だで過な。ごすのにもってこいの日だな。雨降るもんね、雨降るもんな、確注か文に。した絵の具を受注け取っ射？てきました。失礼しそうまだ、す。忘れカてールた。爺さん、失礼します。ここがお前と私の違薬、い今だ日の薬ですよ。な、マーカス。患者さんはおちょっと距前離はありすぎ何だも忘な。れをしない。お薬ですよ。おお、すげえ、痛くなさそれじゃそう。腕を出してください。そこまで君電子が化進んでると痛くなさカそール。う。ほらもう、健康のためにやるんだから、これを。起きて早々歯を食いしばれというのか。あ、痛いの？あ、あれちか。あ、人痛いん間はだ。脆い機械だ。うん。いとも簡単に壊れる。ここまでしまあ、ないとそうだはな。生きられない。おい、すごいリアルだよなそこのんな。服はどうした？ああ、これは街角でデモに出くわしてしまって。愚かな奴らめ。アンドロイドを一体壊したところで何か変わるというわけでもあるまい。まあね。怪我をしていないといいが。ああ、いえ、押し倒されただけですよ。平気です。すごいよな、普通にこれでよし。その日会ったことを記これ憶じしゃて他会の話す服でるしょっていうことう。ができる技術が来んのかな、今後。めちゃくちゃ自然だもんな。全然俺よりもまともに喋ってるよ。カール。一日のことを。カールじゃねえわ このアンドロイドだわ。え、なにこれ？なにこれ？あー、そう、持ったままってことね。オッケーオッケー。すごいよな。その日あった出来事をさ、記憶してさ、それを人に話すって相当じゃない？すごいと思うんだけど。しかもね、なんか気さくにちょっと話しかけたりとかさ、ニヤって笑ったりするのって本当に来んのかな？時代として、いつか。どういう作り方するんだろうね、逆に。人間の思考パターンを記憶させまくるんかな？いい服着てんじゃん。おしゃれじゃん。ご飯食べようぜ、ご飯。あ、セーブした。あ、ここまでやればよかったな、前回。なるほどね。行くぞ、じいちゃん。いい車椅子持ってんじ今日はゃん。何か予定があったかな？ねえ、今日はモマの回顧展の公開初日ですよ。責任者の方が参加え、確こっ認のち？メッあ、セーこっジちっをけ？残あ、されていました。
まだ決めていなかったな。また後で決める。え、これ階段大丈夫？え、階段大丈夫かこれ？え？ファンからのメールです。返信しておきました。え？うん。あ、そこ滑んの？レオから連絡は？え、これ大丈夫？いいえ、帰る。すげえ。いや。かしこ。え、かしこ。はあ。持つ持つ、俺持つよ。行くぞ、じいちゃん。じいちゃん。じいちゃん、俺持つって。車椅子。オッケーオッケー。行こうか。ごめん、ちょっとこれハンドリングが難しいわ。ごめん、じいちゃん。じゃ、こっから行こうか。自動ドアいいなぁ。俺もこう。ベーコンと卵を用意してるから俺。もう先に用意してっから、じいちゃん。もう、分かってんだから俺は。先にさ、用意することぐらい。もうこれでも用意しなかったらどうなったんだろうね。早く用意しろって言われたのかな。はい、どうぞ。テレビオン。はい。うわ、いいね。服乱れてるのちょっと気になるな。でもしゃあないとはいえ、あ、そういうの気にするのとかはないのかな、アンドロイドには。そのちょっと朝食を食べている間は自由にしていなさい。服を整えるっていうかさ、うん、そうします。ありがとうございます。ジンさせていただきます。ありがとうございます。これ2回ちょっと見たいんですけど、じいさん2回見ていいですか。ちょっとすいません、自分2回見たいです。開かないっす。食事開かないっすね。さすがに、さすがに目を離せないということが、そうみたいだな。目離せないみたいな、さすがに。まあそりゃそうだよな。介護の対象から目を離すわけないよな、普通に考えたら。あ、でもなんか本あるよ。何これ。いや、これ光ってるとか。あ、ん？ L1 ん？あ、読む。あ、何かやること、何かやるよ。わー、多いな。え、プラトン、シェイクスピア、キーツの詩。ちょっと他の見てみようかな。これピアノ？ピアノ、ピアノさっき聞いたしな。いやー、ピアノか。俺何しようかな。あ、地球儀回す。ある、もしかして地球儀回す。あれ違う、どこ。あ、これか。地球、あ、チェスか。チェスだっけ、これチェスだっけ、これ。俺本読みます。俺本読んでいいっすか。ちょっとすいません、ピアノさっきちょっと軽く弾いたんで。チェスはちょっとやっぱあんまりやりたくないかな俺は。どうしようかな。じゃあちょっとシェイクスピア見よう。何これ、実際にあんのかな。実際にあんのかな。何を読んでる。マクベスです。進めていらっしゃったので。それで感想は。人間の感情はとても読んだなお前。興味深い。読んでるな結構。ちゃんと僕が理解しているとは思いません。ペラペラしてるのに。理解していないさ。そうだよ。感情に支配され、感情次第で乞食にも王様にもなれるんだ。そう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 。感情なくして生きる意味はない。それはでもアンドロイド傷つくんじゃないの。私がいなくなったらお前も。何。自分で身を守り道を選ぶことになる。すごいよな。自分は誰なのか、どうなりたいのか。人間は皆同じであることを求めるものだ。いや、俺は求めないね。惑わされてはならんぞ。まあルールには従わないといけないからな。うん。カールスタジオ、スタジオ、スタジオって何。スタジオってジブリ？スタジオってどこ、どこよ。ん？スタジオ、スタジオ、スタジオってあれでいいのかな。あそこ、絵描きの場所、スタジオ、ここスタジオ、ん？これスタジオ、スタジオじゃない？ああ、動いた動いた、よかったよかった。どうすんの？どうすんの？え？何これ？パレット出てきて、持ち上げまして。よし、前回の続きだ。シートを剥がしてくれ。了解っす。え、でかっ！お前、どんだけでかい絵描いてんの？すごっ。うわぁ、でかい絵描いてんなぁ。
すげえな、これ体が不自由どうこうじゃなくてさ、この機械便利だよな。こういう上のやつ書こう、でかいやつ書こうとしたら、縮まってますよ。いいじゃん。いいえ、書いてんな、ほんと。海でいいんかな？わかんないわ。技術的センスがね、俺からしたらちょっとわかんないわ。いいね。これ迷いなく書けるのがやっぱ、あれなのかな？センスかな？俺迷っちゃうもん、俺、普通に。どうしようかな。前なんか書けるのかっこいいよな。それがよかれ悪かれ。すぐ書けんだもんな、インスピレーションから。何を表現してんだろうな。なんか、色からしたらやっぱ海っぽいけどな。どうすか？敵は。どう？えいや、飛んだな。意見を聞かせてくれ。マジ？好きじゃない、好き。いやー、これはね。いや、好きじゃないくはないな。好きです。この家には何かが秘められている。何かは分かりません。まあまあまあ、そうなっちゃうかでな。も僕は好きです。正直言ってもう何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ。カール。そこまで言わなくても。私の話は置いといて、お前の才能を見せていや、もらこいつおう。名前なんて言うの？てか、俺言ってたっけ、名腕前、こといつ名手、前。変えてみなさい。ちょ、名前わかんないんだけど、名前呼んでくいいれよ。よ。何を書けば。何でもいいから変えてみなさい。これが難しいよな。アンドロイドっていうか、その自我を持たないものっていうのは。自分で何かを表現するっていうのは確かに、そこ課題かもしんないね、アンドロイド作りの。まあ、表現できたらそれはそれであれなんだけど、戦争なりが起こる気がするけど。あれ、題材を決める？何、題材って。題材を決める？お、銅像を描く。机を描く。他は？カールを描く。ないの、カールを描く。カールの絵を描く。いや、カールの絵はね、多分ね、俺完璧に綺麗に真似できると思う。正直、めちゃくちゃ綺麗に描くんじゃないかなって俺は思ってる。どうかな？どうぞ面白くないよな。これだけだったら。机でしょう。やっぱり。君の、ちょっと待って。あれ？あれ押してるよ俺。あれ？反応しない。ああ。難しいな。これタッチパネル操作が難しいわ。斜め？難しい。タッチパネルないんだわ。なくはねえわ。あるけど、綺麗に描いたな。これは現実の完璧な複製だ。まあ、そういう評価なるよな。俺もそうダすンるサリアわ。では、模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し、表現することが大事なんだよ。どこに遊びを入れるかだよな。無理ですよ。そういうふうにはプログラムされていいまや、せん。これが課題だよさあ、な。ほら、筆とそのキャンバスを使って。これほんと芸術的分野ではさ、アンドロイド勝てないんじゃない？しばらく。ずーっと。芸術分野に関してはアンドロイド勝てる未来ないんじゃないそうか。だ、目を閉じてみなさい。いいから。大丈夫だ。一番勝てない分野かもしんないな。存在しない何かリアをル思い質浮か感。べろ。見たことのない何かだ。見たことのそないして何て自か。分の感情に意識を集中させて、頑張れ、意アン思ドロイのまド。まに筆を動かすんだ。これいいよな。いい先生持ったよ、お前。名前なんて言うんだろう。アンドロイド人間性アイデンティティ。まあ、このストーリーの流れからしたら、やっぱり、アイデンティティだと思うんだよ。アイデンティティの、うわ、むず。むず。絶望、疑念、囚人。絶望、疑うか、絶望するか、囚人。いやー、どうだろうな。俺がこの見てきて、アンドロイドって言うだけではちょっとね、薄い気がするんだよ。ほんと、一種の囚人だから。彼らが置かれている状況っていうのは、アンドロイドではないんだよ。囚人なんだよ。見てきただろう、工事現場での作業とか。そう、それを見た俺からするとやっぱりね、囚人という印象を受けた、俺は。確実に。
いい絵を描いてくれ。アイデンティティと囚人っていう。生まれるか何か。目をつぶって絵を描けるな。色わからんだろう。何の色使ってるかわかんないのか。でもそれがいいのか。そのさってやってつくモンキー色って。うわぁ深っ。素晴らしい。深っ。あ、何言っとぼう、おい。入ってくんじゃねえよ。俺の邪魔すんな。あ、ネオ。親父年離れてんな、お前。気づかなかったよ。ああ、近くに来たから、寄ってみたんだ。あと30ぐらい行ってそうだな。しばらくぶりだしね。どうした具合が悪そうだぞ。ああ、平気だよ。なあ、親父、ああ、金が必要なんだよ。またか。この前渡したばかり。そうだぞ。金使ってんじゃん、せびってんじゃねえよ。おい。これだから二世はって言われるんだよ、お前。違う。全然そんなんじゃないって。ええよ、私に嘘をつくな。ないから金くれって言ってんだろ。頼むよ。バカ野郎、お前。悪いな。お前に金はやれない。いい先生じゃん。いいお父さんじゃん。あ、そういうことかよ。あ？どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろう。俺の方がいい息子になるわ、お前。どこがそんなにいいんだ。お前よりはマシだぞ。おい。従順だからか。俺とは違って。従順じゃねえ。お前だって従順だった時期あったんだろう。賢いのは俺の方が賢いけどな。機械だ。ねえよ。いい加減にしないか。喧嘩するんか、お前。勝てると思っとるんか、こっちは。おい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。それ俺の絵やぞ。人を愛したことなんて。それは俺の絵やぞ。あ？俺のことだって。過去あったんだね、多分これ。完全に俺、こいつのこと否定してきたけど、多分過去にあったんだろうね、なんか。絵にばっか夢中で、親父が振り向いてくれないみたいな。カル大丈夫？俺の絵大事にしてね、ちょっとカル。てか、俺の名前なんて言うんだろう。俺の名前教えてよ。で、俺の名前何これ？ね、ちょっと俺の名前わかんないんだけど、ちょっと書いてないどっか。帰宅、画家っていう名前なの？え、俺の名前は、こんなに分岐すんの？あ、これはわかるな。あ、これもわかるね。あ、じゃあ大丈夫だな。え、でもこれ見れてないんだけど、何これ？くっそ。名前なんて言うんだろう。名前言ってたかな。俺が聞き逃してたらごめん、なんか。ジミーズバー。あ、このコインはコーナー。これ、ようやっとコナンのストーリー見えるわ。俺見れなかったからな、本来やってたら。コナンのストーリー。ノーアンドロイド、あろう。アンドロイド入ってくんなと。俺は入るぞ。失礼するぜ。アンダーソン警部を特定する特定しました。ん？お前は？こいつ警部じゃないだろ、どう見ても。あ、ターゲットの顔が見えないとかあんだ。お、マスター。絶対マスターじゃん。ん？ちょっと待って、見えない見えない、ちょっと待って。ジミー・ペーターソン。2001年？ああ、そうか、これ2030何年か。2001年。あ、こいつ、嘘だろうと思って、今18歳かよ、こいつと思った、今。こいつ18歳かよ、と思った。お、近くにしとこう。この距離で見るの怖いけどな。デレック・マイヤーズ、セキュリティガード。セキュリティガード。僕はアンドロイドじゃないぞ。失礼するぜ。顔見させていただくぜ、お前らの。ご尊顔をな。フィッチ、エドワード・デンプシー、管理者。やっぱ、そこそこ偉い人が来てんのかな、これには。無職。撤回します。ん。何よ。グレイ、無職、飲酒運転。くっそ。ダメ。怪しい。ん、君は？チャイニーズ・タイペイみたいな。アジア顔してんね。
キム・ヨハン当たっちゃったな。家庭内暴力ってお前、おい、おも、あ、いいじゃん。あ、奥にもいいんじゃん。君は顔見せてみ。君はん、おー、サミエル・マーク、2012年って7歳やん、こいつ。あ、トイレ入れる。こいつ7歳やん。L1。うわー、荒れてんなー。この壁に落書きなんかされないぞ、お前。公衆便所ですらギリやぞ。公衆便所で落書きされてるとこすらあんまないのに。ちょ、失礼するよ。顔、拝見します。君は、デイズワード、会社、麻薬売買。来たなー。化け物いたなー。見させていただくぞ。ルバート、無職。失礼した。ごめんな。君らの楽しい時間を邪魔して。こいつ新しくない？新しい人じゃないこれ。うん。あ、見たっけこれ。もう、お前、あれか、ゲームしやってたやつか。うん。君は。あ、警部補かっこいいな、お前。なんか全然見た目違うじゃん。警部補。アンダーソン警部補。私はコナー。サイバーライフから派遣されました。来ちゃったよ俺。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、うん、近所のバーにいるはずだと言われたので、うん、5件ほど探し回りました。結構探したな。何の用だ。仕事しようぜ。あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。あの、そこ、警察も仕事奪われてるか。そう考えたら。ああ。頼みますよ。いや、それは余計だよ。そのくらいにしよう。余計なこと言うなって。それ、切れやすいから。粘る。大変申し訳ありませんが、規則により行動を共にしなければならないんです。規則ってお前、ここは学校か？アンドロイドっぽいな。いえ、バーです。ジョークが、ごめんて。まあ、そって待とうじゃ俺。気を悪くされたなら申し訳ありません。え、これどうなんだろう。外で待っています。この選択どうなんだろう。いっぱいおごるの。何？知ってんの？何？興味あんの？何よ。殺人だったら動くと、さすがに。いや、お酒をおごるのは良くないから。お酒飲んでるやつに。止まんなくなっちゃうから。それだけはできんかったわ。うるさ。うっさいな、お前、おい。危な。横のやつ引くぞ、今の。ここで待ってろ。来てくれた。譲らない、我慢する、交渉する。まあ、我慢しようじゃ。わかりました警部。そうそう、それでいいんだよ。いや、それはやっぱさ、相反する命令、優先事項を選択中。ついていかんいかんの。まあ、続いていくよ。意味わからんわ。意味わからんやん、コナー。コナー意味わからんやん、これ。乗っときますって言って降りるって意味わからんやん。すいません、失礼します。すいません。アンドロイドは立ち入り禁止です。俺の連れだ。なんか、言い訳わかんないな。待ってろって言葉が理解できない。いやいや、ゲームに言われたもん。ゲームに違反するご命令だったためです。あ、ごめん、そういうことか。俺が違反しちゃったんだ。俺の邪魔をしたりするなよ。はい、よー、ハンク、来ないんじゃないかと思ってたとこで。知り合い？こいつに捕まらなきゃ来なかったろうな。へえ、まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから何があったか。俺こいつに選ばれたわけじゃないからね。失礼します。こんにちは。一回つけましょう。何かあったかもしれないからね。気をつけて。ここに隠されたかもしれないから、分岐点が。死体を発見でやった。イエーイ、みんなイエーイ。カメラに映ってます。イエーイ。よし、じゃあ行こう。なんだ俺。うわ、すごいな。なにこれ。うわ、汚っ。なんか、汚っ。汚い代表やな。汚い代表。
汚い日本代表みたいな。調べたところ窃盗と荷重暴行、汚い会の日本代表やね。近隣の住人とも付き合いを。あ、お名前役じゃん。 あいつの家にあったやつ、あの河原の主人の家にあったやつ。被害者はドラッグを常用しているのか。被害者か。ちょっと確認させていただきます。失礼します。分析する。質問なし。アンドロイドの関与。死んだのは3週間以上前だろう。ペロ。検視が来ればわかるはずだ。人の血だよねこれは。乾いた血痕。カルロス・オーティス。いやでもそれすごいよな。その人間のさ DNA のさデータが頭の中に入ってんだもんな。すぐ特定できるよな。それ強いよな。おー、19日以上経ってんだ。すいません、ちょっと警部補、先に行かせていただいてます。すいません。失礼します。何これ。ちょ、見たい。ちょっと待って、何これ。調べる。ちょっと調べる。何これ。ファンキーな。わら、ちょっと、エロスティックやね、これは。エロスティックって言葉あんのかな。もう全然話聞いてない。ごめん、俺。あ、これはあのおっさんか。悪者っていいの？ダメでしょ。まあ一応警官だからね。一応警部補としてやってる、ね。いや、アンダーソンか警部補か。あれなんだ俺なんだじゃあ。失礼するよ。ごめんなさいね。失礼するよ。俺も一応警官なんで僕も。ここにも血つくの？どういうことだ？ 4 個。10分の4って結構あんな。失礼するよ。これは？なるほど。コナーは比較的こういう、なんかやっぱ、警官らしい操作が多いんだな。じゃ、ゲームプレイとしては。揉み合った鉱石、形跡。なんだこれは、バットもあんの？包丁に飽き足らず？バットもあんの？あ、指紋ついてんね。あ、こうやって出すんだ。カルロス・オーティス。窃盗と荷重暴行。カルロス・オーティスから血が出てるけど、カルロス・オーティスがバット持ってんだ。じゃあ、ってことは、ある程度戦闘を行ったね、戦闘を。激しい衝突。シリウムの痕跡。やっぱアンドロイドか。アンドロイド、アンド、再現。行くぜ。幕開けだぜ。ちょっと待って。変異体はナイフを取った。ちょっと先にちょっと見るね。先にちょっと、あんまり解説せずに。これは？変異体を襲われた精神的ショック。あー、なるほど。人間が、何やってるんですか、ご主人。うるせえ、お前を殴らせろ、おい、おい、殴らせろ、お前、こっちはイライラしてんだ、おい。くえ、これは自己防衛しないとダメだ、お前、っていうね、そういうシーンか。なるほど、人間がちょっと、腹いせにちょっとアンドロイド殴っちゃったんだ。それに対して、自己防衛としてアンドロイドは、あれなんだ、ちょっと、プログラムの、なんていうの、異常じゃないけど、ある意味正常。これはなんかヒントあんのか。窓から出たってことか。読む。ゴシップだ。アンドロイドとやる方がマシ。やめてください。お子様見てるんです。ジュディ・ヒューイットがビーチでニューボディを披露。プラスチックに勝てるわけないね。やめてください。見ましょう。すいません。アンドロイドとやる方がマシ。プラスチックに勝てるわけないね。アンケート結果ついに判明。68% 男性がリアルな女性よりアンドロイドとセックスしたい。大丈夫かな。これ動画の冷めちゃ大丈夫かな。あ、男側の記事なんだ。これ女側の記事かと思った。なんか表紙的に。女側の記事かと思ったら男側の記事なんだ。なるほどね。まあ、そういう業界もアンドロイドに攻められてんだ。さらに 52% が少なくとも一度はアンドロイドとの行為を経験済み。へぇ。アンドロイドの方がマシだっていう理由はいろいろ挙げられていたけど、本当の理由は明白。アンドロイドはセックスなどでどんな気持ちか話したがったりしない、なんてしないから。エデンクラブの提供による広告記事です。合言葉はプライバシー。へぇ。そのやっぱそういう、なんだろうね。アンドロイド監視、サイバーライフ。ああ、そのやっぱ、人間的な面が排除されてるからこそ、いいとこがあるんだね。まあ、どの職業においても。ちょ、ごめん、表紙戻すね。その人間の嫌な部分がアンドロイドにはないから、その分求められる業界が増えてんだ。それ、感慨深いな。ちょ、失礼します。また、見させていただきます。結構血ついてんな。あれ、あと2個どこだ。入り口になったかな。あ、こっちも行けるね。
てかあれなんだよ、ちょっと一旦セーブポイント行かないとあれなんだよ終わるにも終われねえから動画の時間なくなっちゃうんだよ、ごめんなさい。うわ荒れてんな、取り憑かれたように何度も書かれた文字。あ、これは言ってますね、これは精神病んじゃってますねこれ完全に。ただ割と綺麗な字書くな、何これ、宗教的な捧げ物か。なんかいろんな要素が絡んでるね。薬でも、薬って結局そっちに行かなくない、だってあくまで個人的推測ですけど、薬ってあんまなんかそっちに行くイメージないんだけど。失礼します。最後に、あ、被害者、そうかそうかそうか、それ調べてないわ、これ調べたら終わるわ、セーブ多分来るからごめんね、ちょっと邪魔して。会社はパーティー好きなのかな。失礼します。さあ彼を見ようか。クリス、ドラッグを分析に回しておけ。失礼します。やっぱでも現場に来たらやっぱ警官としてすごいな、調べる。うわーうわー立ってんね、時間大丈夫かな、てか結構長いかもこの動画、ごめん。これはアレッドアイスを含んでることが分かると、ヒゲにね、ヒゲについちゃってるんだ。死亡、カルロス・オーティス、130キロ、へえアメリカンだね。うわ何これ、あ、ナイフか、28箇所、刺すね。あ、これはあれでしょ、反撃した。やっぱ難しいねなんかこれでちょっと一旦分析しましょう。被害者はここで倒れた、あ、ここで倒れたんだ、あ、逃げてきたんだ、あーなるほど、すごい追い打ちかけてきたんだ、自己防衛だけでとどまらず。あー、キッチンから来た、それは分かってたよ、何かしら。あなたを許しません、あなたを、おい、やめてくれよ、おい、プスッ、やめてくれ、やめ、もうやめてくれ、やめてくれ、あーっていう。うわ、めっちゃ刺してんじゃん。いや、これは本当にアンドロイドのあれだよね。変異体って言われるだけあって、異常だよな。犯人は相当恨んでたみたいだな。これが怖いよな、結局。人間世界をさ、制覇する、制覇。じゃこれ調べたら終わる。あ、でもセーブしてるな、今。じゃごめん、ここでじゃ一旦終わる。じゃ次回ここ調べて、この、警部補に報告するをやるから、じゃ今回はここら辺で一旦切ろうかなと思います。じゃあ、あざした。